ちょっと、もう皆さんの声がすごかったですよ。ありがとうございます。なんかすごく忙しいですね。いや、そんなこともないんですけれどもね。いや、もうなんか、よくね、テレビ等で私たちがお見かけして、あれは、いろんなところで取りだめしたのが、たまたま重なってるわけで、そんな見てないんですよ。そんなことないと思います。昨日見てました、僕でずっと。昨日見てました。はい。あれはもう1年前撮ったやつだと思います。あの記者会見もあったんですけども、はい、あのサポーターの皆さんの前でこうして改めて、はい、あの登場したのはあの、まあ、皆さんの前ではあの挨拶できずに、そうなんですよね、札幌をこう離れてしまったんで、うん、あのお礼の気持ちをやはり述べる場をこうやって、与えていただき、そこで述べることができるんだったらということで、ね、はい、あのこちらに急遽駆けつけてくださったんですけども、はい、いや、もう本当に温かくね、迎えてくれましたし、その中でいろんなことをね、あの僕自身にこう期待をかけてもらったんですけれども、うん、その期待にね、なかなか応えることができずに、またチームも J1 になったけれども、次の年にまた降格という、そういうね、経験をさせてしまったこと、まあ、自分の力不足もありますし、そういうことが非常に情けなく、申し訳なく感じてますね。はい、でもこれだけ日本のサッカー界に貢献した男がコンサドーレ札幌にいてくださったというだけでも、私たちはかなりその DNA をね、サポーターとしても受け継いでくれたんじゃないかなという感じですね。そうですね、いただけるということは非常にありがたいですし、まあ、それに甘くることなく僕自身何ができるのか、僕の精一杯をグラウンドの上で表現しようとやってきたわけですけれどもね、まあ、それが直接的な力になれなかったことがすごく悔しいですね。でもこれからも北海道はちょっと第二のふるさとみたいな考えですか、今。もちろんそうですね、ここに来てくれてる人たちが僕のお父さんであり、お母さんであり、お母さんであり、奥さんであり、妹であり、弟であるということを信じてますし、そういう愛情を持って僕に接してもらいたいなとは思います。あと、ゴンサドーレさんとの選手たちも、はい、かなりゴンさんの存在、精神的な支柱になったってことを強くおっしゃってた選手もいらっしゃいましたね。まあ、なかなかそう、もっと僕もプレーで接したかったんですけれどもね、なかなかそういう部分出せなかったんで、まあ、いろんな部分でまたこれからもね、少しでも力になれればいいと思いますし、新しい9番ですか、誰でしたっけ、9番。純喜でしたっけ。純喜君はやってくれるんでしょうか、皆さんどうでしょう。純喜の胸にどう響いているのか。どこにいるんでしょうね。まあ、純喜はやる男だと思います。タイム設定がありながら、そのタイム設定を無視して走って勝てるようになってしまった男です。多少バカなところもありますけれども、バカになれるやつが強いです。強そうですよね。はい、そうなんです。純喜は本当に期待してます。おお、純喜期待されてますので、ゴンサドーレこう言ってくれてるんですからね、ぜひとも結果を出してもらわないとね。そうですね、結果を出すことがやはりゴンサドーレのね、躍進につながりますし、うん、皆さんに笑顔をこう生むことにつながりますからね、頑張ってもらいたいですね。頑張ってもらいたいと思います。そしてたくさんのサッカー界に対する貢献とか寄与っていうのはゴンさんっていうのは強いですけれども、コンサドーレ札幌の選手たちにはどんなことを、どんな言葉をかけてあげたいなって思ってらっしゃいますか。いや、もうこれだけの熱い皆さんが後ろに、うん、声援を送ってくれるわけですからね、その中で思い切り戦えばいいと思いますし、まあ、なかなか皆さんのね、期待に沿う試合ができないのかもしれないですけれども、その中でも、とにかく戦う姿勢を忘れずに、戦い抜いてほしいなと。それを続けることがまた、若いチームですし、成長につながると思います。で、また、今年はね、ベテラン抜けたり、中堅が抜けたりして、龍地であったり、砂であったり、そういうところにね、負担がかかると思いますけど、その負担をかけさせないように、若手が、はつらつと動いてもらいたいと思いますね。でも今日選手紹介の時、一言一言選手たちが言ってくれたり、はい、若手の選手、はい、そして今日ニュースから上がってきた選手たちもいましたけれども、割と堂々としてるなって印象だったんです、ね、私は非常に、まあ、まだここに帰ってきたね、うん、上里カズがね、はい、あんなこと言う男じゃありませんでした、ね、ちょっと返してます、返してますね。ただ今の私ね、だいぶ垢抜けました。まあ、そういうところもね、彼の左
左足、やはり素晴らしいものありますから、皆さんにまたその左足をね、素晴らしさを体感してもらいたいと思いますし、それを彼にはブランドで表現してもらいたいなと思いますね。はい、何か質問ありますか？なんか緊張なさってるようですよ。いや、もう本当に。そうなんだよね。実はなんかずっと、あの、先生の時はポッとして出てるんだけどね、何も口を開こうとしてなかったんですけども。僕もあの、いろいろいっぱいあるんですよね。現役で選手としてやってますんで、なんかこうやってそばにいるだけでもこう、ね、強くなれるんじゃないのかな、そんな期待が選手にはありますけども。はい、ありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。でも本当、ユースの選手たちも上がってきて、新生コンサドーレということで、今年はガン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 やってくれるかと思いますけれども、まあ、新人がね、新人もどこにいるのか、名古屋の方にいるのかな、新人新人新人あー、ごめんなさい、来ました。友達に対してガンガン突っ込んでいきます。僕も初めて知りました。
去年一緒に練習してて結構突っ込むタイプなんだなと思って、好きなタイプの女性は清楚系が好きです。清楚系、この辺いますけど、いますか？あー、いませんね。いませんね、清楚系はね。まあ、じゃあ自分のプレーのアピールポイント、まあ、自分は技術が武器だと思ってるんで、それで、まあ、ドリブルやパスやシュートで、まあ、攻撃の面で、まあ、観客を楽しませたいと思います。でもやっぱりそういうテクニックの技術ですからね、そういうプレーがグラウンドで展開されることを期待し、みんなで熱く見守っていきましょう。よろしくお願いします。はい、はい、次深井和樹、エースです。エースというかチームが期待しているこの番号に出てます。無口でね、何も喋ろうとしない男がいましたよね。しかしこいつは喋ります。喋りに対戦します。よし、行ってみよう。ちょっとした小話してみよう。隣の空き地に壁ができたってね。すいませんね、まだまだなんてね。じゃあ自分のプレーのアピールポイント、強い気持ちは持ってますか？はい、持ってます。なかなかそれを表現することがなかなか難しいんですけどね、そういうものは持ってます。この大胸筋が膨れてますから、皆さんチャンスがあるときには揉んでやってください。それでは泡ですね、泡です。皆さん覚えにくいかもしれませんけれども、何て言ってほしいの？不思議には勝負を挑もうと思います。どちらも上だっていうことを確信してますから。
勝負ですね。勝負です。打ち切りです。だから今日もあまり喋ってません。皆さん聞きたいことありますか、勝負。なんて呼ばれたい？みんなに。勝負で。勝負なの？みんな勝負って呼んだな。もう勝負卒業しました。卒業して勝負になりたい。なりたいです。勝負になりたいときは何をすればいいか、アピールしなきゃいけない。勝負をアピールしなさい。勝負。勝負をお知らせしますんじゃなくて。